セレノアラは領内に住むローゼル族を守り抜くことを決断した。それはハイサンドへの反抗を意味する。ウォルホート家そのものの消滅すら招きかねない危険な選択であった。さあ11話後編です。引き続きゲームへの理解深めていきたいと思いますが、大ピンチ。ハイサンドは我々を問い詰めてくるだろう。交渉を引き延ばして時間を稼ぐ。その間に対抗策を見つけ出そう。まずローゼル族に事情を伝えなくては。使いを出してウォルホート城に保護しよう。大変です。ローゼル族の村が軍勢に攻められているとの報告が。何だと。一体どこの軍が攻撃を。詳細まではまだ。相手が誰だろうと助けなければ出陣の準備を急げ。なぜ俺たちの村を襲う。仕事だこいつ。お前らをハイサンドに連れてこいって依頼でな。なんてやつだ。ふざけるな。ハイサンドなんかに行くものか。さあサブストーリー追っていきます。あの者は依頼を受けたか。ええ、見返りを匂わせたら喜んでウォルホート領に向かったわ。これで備えはできた。ウォルホート家がどう動くか書けない。どちらでもよいのだ。従うなら使う、逆らえば消す。我がハイサンドに損はない。怖い人。さあ詰所に来ております。前回手に入れたアイテムでプラスアップをしておきたいと思います。残るメンバーもだいぶ減ってきた。でいろいろ考えたんですけど、ジーラですかね。あえてこの状態治療の魔法がこれから必要になりそうなのと、まあ回復量ですね、この辺もキープということで、あえてジーラに行っときます。お役に立てますか。さあさらなるクラスアップでございます。ベネディクトですね。行ってきましょう。常に学びを。さあ貴重なのは何でしょう。連続で行くぞかな。味方が2ターン、あ、2回攻撃できる。あ、すごいですね。さあ続いてのクラスアップはアンナでございます。ゴー。磨き上げねば。さあこれでスリーピーダガーまで来ましたね。さあ続いて武器の進化ですが、これはベネディクト解きたいと思います。いいっすね。お金が少ないけど何か一つやっときますか。なるほど、速度のアップもいいですね。効果アップか。あまり使ってないんだよな、現実的には。素直にダメージか速度ってとこかな。ダメージいっときますか。 OK です。さあ武器進化も引き続き行っていきましょう。新たな武器はどれかな。まずはアンナ、白銀の塊。
お、すごいですね。いいな。ダメージアップいいですね。もう一人ぐらいいるんだよね。エラドール。盾が強くなったんですね。なるほど、追撃の威力も上がるんだ。OK です。反撃じゃないんだね、追撃なんですね。もう一人いける。はい、そしたらダマか、もういっときますか。魔力上昇と加速と加速の強化が上昇。いっぱいあるな。よっしゃ。さあ続いての武器進化ですが、こちらホスハバラの武器を鍛えておきたいと思います。さあ攻撃力、再ヒットポイントと回復量と、なるほどこれいいっす。 OK です。もう一個ぐらいいける。なるほど、さらに回復量ある、すごいね。そして次はじいちゃんの武器進化させたいと思います。さあ結構解放されましたね。移動が1上がるか、これいいですね。お金が足りない。さあここで一つ総和が出ております。お願いです、どうか麦をお返しください。食べ物なら先日もお渡ししたはずです。おだまり、食料の挑発はウォルホート公のご命令よ。まさかお前たちウォルホート公に逆らうおつもり。めっそうもない。しかしあのウォルホート公が本当にそのようなご命令を。お前たちグリンブルク名家の出である私の言葉を疑うのですか。何か騒がしいですね。行ってみましょう。おい、どうしたんだ。これはこれはエラドール様、村の巡回ですの。お役目ご苦労でございます。あんた確か最近王都から逃れてきたんだったな。私はウォルホート公に協力するために参ったのですわ。手土産に食料を提供するとお約束しましたの。それでどうしてこちらの方々と揉めているのですか。事情を説明していただきたい。お願いでございます、どうかわしらの食べ物を持っていかないでくださいませ。ウォルホート公は民をいたわるお方と聞いていたのに、なぜこのようなことをなさるのですか。これはどういうことですか。民からの食料の挑発はセレノア様によって固く禁じられているはず。まさかセレノア様の名を語って民から勝手に食料を奪っているのではないでしょうな。なんて失礼な。私はウォルホート公のために食料を集めているのです。感謝してほしいくらいですわ。おいおい、それで若が喜ぶとでも思ってるのか。そもそも若がそんな指示をするはずないだろう。だとすればこれは明らかな不正行為だ。このまま見過ごすわけにはいかない。貴殿を拘束し牢に入れるものとする。追って処分が下されるだろう。なんで失
私は栄誉あるグリンブルクの貴族ですのよ。そなたごときが偉そうに指図できる身分ではないの。身の程をわきまえなさい。おい、気持ちはわかるが、若の許可もなく一人で決めていいのか。セレノア様に伺いを立てている時間はありません。グズグズしていると民の不満が増すばかりです。それに不正をした者は民の前で裁かないと示しがつきません。連れて行け。このままでは済まさないわよ。覚えてなさい。若の名を利用するとはひどい奴もいたもんだ。ユリオのおかげで胸がスッとしたよ。ありがとうございます。おかげで助かりました。これで皆飢えずに済む。私たちはあいつに騙されてたんだ。やはりウォルフォート公は良いお方だったのですね。また困ったことがあればいつでも私に言ってほしい。善処することを約束しよう。さあメインストーリーを追っていきましょう。さあどうする。おとなしく従えば命だけは助けてやるぜ。まただ。お前たちのような輩に屈するものか。ローゼルに手を出すな。セレノア様。おやおや、ローゼルをかばうとはどういうつもりですかな。シルビオ・テリオール、なぜ貴様が。おっと、口の利き方に注意する。私は七聖人の使者だぞ。ハイサンドはあらかじめ手を打っていたのか。まあそういうことです。分かったらどいていただこう。ローゼルどもは私がハイサンドに連行する。断る。ウォルフォート家は彼らを守る。つまりハイサンドを裏切るということだな。ルフ、ウォルフォートごとやれ。皆殺しで構わん。懲りない奴らだ。おう、言われなくとも手加減なんてするかよ。村の皆は下がれ。また来るか。お、俺も一緒に戦います。ジェロム。分かった。だが無茶だけはするな。ハイサンドの兵だ。さあローゼル村の防衛でございます。敗北条件はジグの全滅ですね。ですのでまあ、ガッツリ戦っていけますね。まずはルフレベル20、ガジェルファイターにレベルアップしてる。めちゃめちゃ強いじゃん。カブト割りも強いし、ぶっ飛ばし、弁当、すげえな。麻痺沈黙睡眠無効、恐ろしいな。うわ、魔法使いもいる。何魔法。風と雷。雷は厄介だね。麻痺するから対策練らねば。ここにもいる。シルビオは探検系ですな。足止め、暗闇無効か。レイク、バリザ、なかなかだね。弓兵と魔法兵がいる。この辺が要注意ですね。まあ高台は確保してますので防衛ですよね。迎撃していく感じがいい感じかな。無理に打って出る必要はないかもしれないですね。それじゃあいろいろとメンバー構成を含めて考えていきたいと思います。さあ戦闘開始でございます。愚かだな、ウォルフォート。置かれている状況をまるで理解していない。
主を失った我らが単独で生きる道などない。あのハイサンド相手に貴様らだけで何ができる。領民の犠牲で得られる未来など我らは望まない。人として守るべき大切なものを捨て歴史に汚名を残すくらいならこの誇り高きローゼルの民と共に死力を尽くして戦うのみ。誇りや正義感だけで道が開けると思わんことだ。皆の者をかかれ。仕事の時間です。よっしゃ行きましょう。全く価値観が合わない潜伏しながら確認しましょう。それ壁登りか厳しいですね。うわ出番だ。高台にいるからといって油断はできなそうです。高いところをキープしながらこの技ならば仕留めます。1体ずつ退治していきましょう。いや、近場の方だ。食い止めてみせる。こっち側は攻めというよりは民を率いる者としてですか、ね、ジェロム、ここは何としても切り抜けましょう。村人を東方ハイサンドに渡すわけにはいかない。我らも覚悟しています。ローゼル族の誇りにかけて負けるわけにはいかない。こっちの出番だね。そうだ、それでいい。ウォルホートの名にかけて。今こそ。そうだ。いい感じ。覚悟の上よ。そっちか。来た。仮面野郎、知ってるぞ。お前は創世マクスウェルだ。英雄殺し。お前も殺した英雄の列に加えてやる。覚悟しておけ。そんな強い。来るね、早いね。ただいい。あっち側は引きつけて時間を稼ぐ。こっち側はできる限り殲滅していく。早い。よくかかってこい。さあ攻め込まないよ。ここで待機だ。そうだな、のんびり待ちますか。やってる。さあナルブどうする。実は倒せるね。いいね、いい感じだね。10番でしょ。ちょっと待ってください。7番のフレデリカもあり。そしたらナルブはむしろ遠く行きますか。ここだね。ここからどうよ。そして21番ビビんなよ。まずはザコを増やしましょう。よし、さてさあ UG は遠距離攻撃。よし、いける。すげえな。嬉しいものじゃな。ガンガン撃ってくれ。冷静に行きましょう。さあ回復はロラン。傷を癒して。心配かけたな。怖いね。争いを収めるためにフレデリカで確実に倒しますか。4番
ッケー、炎よ。倒しました。まだ行こう。まだ隠れてるよな、どこ。必ず勝つ。ヘリオールがどんな感じ？さあ、ルーフもビビんじゃねえぞ。ナイス。民を率いる者として、なんか投げてきましたね。こっちの出番だね。ふざけた攻撃しやがって。ホスハバラもゆっくり待つ。俺は負けん。さあここですね。10番がいるか。はい、10番をどう倒すか。むずいね。違うな、こっちだね。一目、ほら制してみせましょう。さあ細かく、シルビオに足止めが効かないので2番かな。やっちゃうね。魔法兵、だろ。あ、当たっちゃうか、厳しい。そうすると2番だね。なるほど、8番もあり。5番がくせ者ですね。いやでも当たらないな、無理だ。2番はどうでもいい。ダメだね、届かない。どうあがいても届かない。しょうがない、2番だ。これでどうだ。よし、誇りを胸に。一歩下がりましょう。あいつ動かない。来た、やばい。うわ、どこから攻めるか。すげえダメージ。さあこれはもう4番ですよね。押せないか。受けてみよう。ロランの後ろガード来た。風か、厄介。この盾が破れるかな。厳しいっすね。回復しとくか。今だ。ちょっと雷撃が怖いな。私のできることを。さあジーラ、今のところ不備は身がないので、加速の魔法で誰かいない。じいさんだな。速さを付与します。少しの攻撃回数増やしましょう。若い頃を思い出すの。よっ、あった。行くぞ。さあナルブです。21番をとどめさせたかったな。どうする、レテリカで行けるか。そうすると4番ビビんだよ。いけない、19番いけない。いける、とどめじゃ。ナイス、これはでかい。いきます。さあフレデリカで、よっしゃルーフ行きましょう。逃がさない。効くね。さあ狙いどころはどこかな。もう1ターンあるか。ポイズンスローして
苦しみは。ナイス。本でもって捨てるし。影の貴様。覚悟の上よ。来た。うわ、やばいよ。最後に勝つのは我がテリオール家だ。邪魔をするな。なるほど、奴もそれなりに腹を。お手並み拝見といこう。ほっ、やりやがナイス。さて行こうかい。時間稼ぐぜ。本体は雷魔法だね。なんとかし倒さないと。たるんでんじゃないよ。ありがとうございます。さあ、来た。ビビんじゃねえぞ。深かっちに来た。民を率いる者として。はっ、ナイス。勝つぞ。さあ、ロランです。弓兵がちょっと気になりますけど、どういくか。ノーマルだね。ここだ。ウフいけるよこれ。制してみせましょう。なんとか、なんとか。ないか。当たらないね。ここ当たんねえよ。やばい。いい場所取られてる。かといって降りるのも難しいから、そうだね、探検兵を削りますか。グレート棒、いや、暗闇の弓で13番から。距離なら。慎重に。さあ、セレノアはどうするか。2番のジーラで回復するとしたら、ここから気象攻撃いける。天より狙い撃つ。私のできることを。皆さんのために。助かる。もうちょい無駄に動かない。あ、来た。いいとこ来た。最悪や。まだやべえな、これ。どうしたらいい。ああ、ここから上がるか。いや、了解。ちょっと待ってね。駆け足。勝利のために。やばいっすね、でもかなり食らった。やっぱり敵の魔法使い要注意だったな。ただこっち側時間稼いでもらったお金甘い。うわ、いくぞ。いいとこまで行ってますから。なるほど。こいつで。さて。遅い。ナイス。争いを収めるために。まだまだ。抵抗です。正しいと思える世のために。あっちは厳しいね。絶対も考えよう。残るメンバーこんな感じか。139。もうちょっと遅らせよう。すげえむずいな。普通に降りれるか。覚悟の上よ。生かして解散からな。粘れ。楽しめるじゃねえか。くたばっちまえよ。ほら、ピンチ。さて行こうかい。どうやるか。
思ってんだよ。そこどきだ。よし、だいぶ弱ってきて、厳しいな。かなり厳しいです。ジーラが5番、弓兵が12番、チャンスはありますね。いける、やろう。もうちょい逃さん。これで上上がっちゃう、ね、怖いな。いや、いけるっしょ。じゃダメだ。行きます。さあ次10番だろ。その前にやることは8番か。回復ですね。味方を回復しておきましょう。やばい。そしてやばいのが7番だね。またこちらはありがたいね。魔法が来たらやばい。ということで少し下がっても。ナイス、倒した。もうちょいか。私のできることを。これが私の役目です。助かった。負けられない。届かないか。5-3でした。11番でしょ。ハルブで一撃いけますね。すげえ厳しい。どうする。念のため回復しとくか。使うな。心配かけたな。出番かね。さあルーフもありだけど、こっちが厄介だよ。倒せないか。じゃあルーフ削ろう。さらば。とどめじゃ。ナイス、じいさん。やるじゃねえか。これ以上は割に合わん。まだ生きてんの。この魔法使い要注意だね。ギール やればよいのだろう。かすり傷だ。さあどうする。3番が来ますか。6番に来ますか。そうなったら自らを回復しかないです。ビームだ。よし、カウンターがあるからね。うわい、食らうな。は乱れている。アイチャンス。もうちょい。さあ5番がどんなもん。残り120ですか。もうちょい様子見るか。2回連続で攻撃しても倒せないし、警戒してこれ後ろ向いてないっすよ。やるな。どうする。もうちょい様子見ますか。もうちょい減らしてから。雷が怖いんですよ。もうちょい見ます。どこがいいかな。ここだね。動かない方がいいね。そうすると自分の順番も早いはず。うわ、解除された。覚悟の上よ。うまいことだ。行きます。さあ、あとはよし、倒しましたね。
炎よ。なしまったマジか。キルビオテリオール、火星に参ったぞ。やばい、増援が来たか。ここは何としても耐えしのげ。何人来ようと同じだ。この命尽きるまで戦い抜いてみせる。まずい、俺は負けん。まずいですぞ。ボスから右側の援護に行くか。じゃあもらうぞ。まずいね。あー、しのいだ。危なかった。やったろうじゃない。さあ、まずは回復。たるんでんじゃないよ。ありがてえ。そしてこういくからね。こういくか。やばい。行きます。さあ、狙うは食い止めてみせる。もうちょい。やばい、終わった。見切りました。危ない。やらねば。なぜステルスが解ける。回復はお任せを。やばすぎる。そうだな。速さを付与します。助かる。よし、来た。うわ、無駄です。ナイス。覚悟、危なかった。めちゃくちゃ危なかった。脱出しましょう。この高さ、いやー危なかったっす。超危ねえ。どう逃げるか。危なかった。なんで増援くんのかよ。ウォルホートの名にかけて。さあ、あとはどこかで待ち伏せする感じだね。テリオールはうまく引っかかってます。覚悟の上を生かして解散からな。これはチャンス。ナイスナイス。わざと長引かせましょう。なあ、くそ。回復の使い方うまいよね。一番やられたくない人回復いくもんね、ちゃんと。この盾が破れるかな。くらえ。まだまだ働けそうだ。行くぞ。ターンポイントを貯めながら行きましょう。行きます。と言っても遅いな。いくらなんでも遅い。一歩ずつじゃ遅い。さあ、どう出るか。厳しいっすね。バリバリっと突っ込みたいところだけど、せっかく6番減らしてたんだけどな。少しダメだね。引きつけなきゃダメだね。じゃ来ないか。こんなもん。もう一個後ろは行きますね。ここまで行くか。ここは来るね。敵が来るのを待つしかないね。ここだと弓兵が2人ってことですよね。わかりました。
ったらここで普通に待機しましょう。制してみせましょう。その隙に、せい。さあ来い。やらねば。こっちの出番だね。こういう手もあるもんだ。来い、来た。一体ずつでも構わないですから処理していきましょう。突っ込むのはやばすぎる。そう来たか。どこから攻めるか。天より狙い撃つ。一人減らせば勝利は近づく。確実です。突っ込むのが一番危険。さあどうする。チーラーに余裕がありそうだから素直に一旦待機しますか。必ず勝つ。お前くな。ダイスカウンター。回復はお任せを。さあ来た。傷を癒して。よし。逃げ腰だね。よし来た。この二人の弓兵が消えてくれればだいぶ楽になる。上がってこい。体当たりも面白いけど、変に動かさない方がいいかな。浴びせるか。邪魔だ。ほら。そして戻る。やってやる。さあだいぶ溜まってますね。どうする。氷結か。こういくか。いや、演劇の方がいいっすね。凍結だと邪魔になる。勉強の成果だ。よしよし。くそー、マジでしつこい。わしがやろう。さあこの上行きたいね。ここから狙える。じいさんすげえ。悪く思うな。めちゃめちゃ強いよ。行きます。さあフレデリカもターンポイントを貯めながら接近。出番だな。さあ続いて一歩行きますか。どうなるか。ボコボコにしよう。うわうわ、ちょっと無理だね。ここまで。ここからもったいないかな。この槍を受けよ。遠くへ飛びましょうか。あーマジ強いな。組み止めで見せる。これであと敵は魔法兵が一人と。いや行くなって。やられちゃうぞ。さあ行こう。下がれ。もうちょい。あいつ応援行かなきゃやばい。そのもうちょい。行け。お手伝いします。もうちょい。あ雷撃できた。やばい。逃げた。なんでみんな逃げてんの。それひどくない。
まとめていこうかい。ようやく倒した。そりゃお祝いだね。あー強いね。油断できないっすよ。でもなんだろう、逃げてますよね。来た。行きますか。まずい、間に合わないね。セレノアが大ピンチです。無理だね、無理だね。どうする。速さを付与します。ほうほう、これは良い。争いを収めるために。冗談じゃないよ。厳しいっすね。やっちゃうな、これだね。横に行っちゃうのか。なるほど、ちょっと癖があるね。炎よ。倒した。僕の番だな。間に合わないっす。全然間に合わないっす。雷やっぱ要注意ですね。なんだ、回復しに来たの。腕が鳴るぜ。ちょっとやばくない？あえておとりになるか。今だ。わしがやろう。いやーダメだ、間に合わねえよ。全然間に合わねって。あ、ここ失敗したね。届く？届かない。厳しいっす。届け。ぶつかるね。高さが欲しい。こっからは。こっからだね。悪く思うな、年の子じゃな。よし、倒した。勝つぞ。うわー、どうする。5番、6番の攻撃が厄介だね。からどうする。あえて入って、麻痺が抜けないとやばいね。これをまず回復制して見せましょう。さあ、押していこう。この距離なら。あ、こっち来た。チェローム。負けられん。来た。くらえ。うわ。やったぞ。やるね。やばい、来た。まずい。まだ動けます。めちゃくちゃ頭いいよ。かないか。斜めなんだよね。チェロンもやばい。とりあえず裏は取られないようにして。耐えられる。チェロンがやばすぎる。いただきます。このままでは。下がれって。ちゃうよ。さーて行こうかい。まずいね。回復です。こっからこっから。
心配かけたな。当たるか。冷静に行きましょう。さあ、開きました。間に合った。傷を癒して、これで戦えます。ギリギリです。でもこっちも、じゃあ見てろよ。頼むよ、なんとか。どうしよう、力いくか。いけるか。11番よ、氷よ。出番か。厳しいな、ジジイが足が遅い。いけるこれ。ナイス。そこじゃな。惜しい、足遅いな。サロラン絶好のチャンス。もらった。ドリもらった。もういっちょう、終わらせましょう。こっちから行こう。よし、倒した。炎よ。危なかった。あいつか。覚悟の上よ。こっちかよ。まあ、こんなもんよ。行けます。さすがにやばい。撃ってから退散しますか。いや届かんね、この距離なら。撤退。狙われる。やられるって。ご命令。ジェロムがヤバすぎる。耐えられるか。ジェロム、お渡しします。まだまだやりますよ。落ち着いて。民を率いる者として、エルを舐めるな。ナイス、来たよ。それずるいよね。さーて行こうかい。さあ行きますか。回復ですか。たるんでんじゃないよ。ありがとうございます。行きますか。以上も済んじゃったからね。進むだけにしておきましょうか。9番を回復も行きたいからな。逃げた。くだらん正義感で仮面を危険にさらすとは、血迷うたか。セレノア・ウォルフォット、他に道もあったはずだ。それを貴様らが台無しにした。私はテリオル家当主としてすべきことをしている。貴様のような無双家とは違うのだよ。焦る時ではないぞ。よく届くな。行くぞ。まだ早い。
俺は負けん。行きたいね、早く。どう行く？行けるだろ。トラップタック制してみせましょう。さあ、復活した。こいつ、いい加減にしろよな。争いを収めるために。はい、うるさい。どうする？いや、我慢だね。我慢しましょう。どう我慢するか。すげえむずい。ここだな。仕事の時間です。さあ、苦しい。ダメだね、限界だな。すげえ逃げてるんだけど。この盾が破れるかな。どこ行ってんのよ。間違えますか。駆け足を先やった方がいい。勝利のために。この階段を占拠しましょう。行きます。行っちゃうだろうな。負けられない。行け、ウォルフォート。やってしまい。さて行こうかい。どう攻めますか。行きますか。これで回復ようやくできるね。ジェイオムがやばい。これで傷を。ありがとうございます。うぅ、じゃあ、見てろよ。こっちが仕留めましょう。こいつがもう限界。本当にうざい。僕の魔法で電撃返し。よし、片付いた。仕事の時間です。さあ、行きましょう。ここ捕まえてみる。出番だな。追い詰めるよ。どうだ。いける。いける。スケアリン。さらばテリオール。まだ死ねる。まだ死なないのか。死なないか。本当に強いね。行きます。やれやれ。大方方はつきましたね。皆さんのために。ありがたい。どこへ飛びましょうか。こちらね。逃げる気かな。足止めしましょう。狙いを定めて。あ、来た。さて、足をせんだよ。行きます。俺が相手だ。どう行きましょう。思いっきりぶん殴る。行くぞ。決まったな。さーて行こうかい。さあ行こう。さあ、とどめよ。天より狙い撃つ。当たりましたね。なんとか乗り切りました。ちょっと苦戦しました。なかなか出ましたね。お、
まだ生きてますね。あ、待て、ローゼル謎を守るために同胞の私を殺すのか。よく言うよ。ローゼルは呪われた罪人だ。守ったところで何の得もない。そうだろう。我が民を侮辱するな。ああ切ったよ。バカな。すげえ。雇い主が死んじまったか。ここまでだな。逃げんの。逃がさ、我らの離反を知られるわけにはいかん。お前らの裏切りはとっくにシルビオが伝えてる。明日にでもこの村にハイサンドの討伐軍が攻め寄せるだろうぜ。されたな。時間を稼ぐことすらできなかったか。長老セレノア様、お助けいただき感謝します。どうか休息と食事のお世話をさせてくだされ。いや、そんな余裕は。我々だけでなく多くの村人が傷を負った。戦うにしろ逃げるにしろ休息は必要だ。今は彼らの声を受け取ろう。まだまだ追い詰められている。若の言う通りだ。腹を据えようぜ、ベネディクト。そうね。どうしました、こんなところで。あのジェロムは気骨のある男だな。はい、立派な若者です。一族の運命を背負って必死に戦ってる。お前と同じようにな。私は漁師として領民を守っただけです。民の意志を無視して物のごとく扱うなど許されることではありません。だがハイサンドの女神教はずっとローゼルをそのように扱ってきた。ええ、弱者は強者に支配される。それが人の歴史でもありますが、恐ろしいことです。俺には人事ではない。ウォルフォートやこの村が苦しんでいるのもグリンブルク王家に力がなかったせいだ。そのようなことは。いや、事実だ。今この時もコーデリアやグリンブルクの民は苦しんでいるだろう。なのに俺は仮面で顔と名を隠して何もなせずにいる。うわ、ここで終わりですか。11話完ですね。 Triangle Strategy